Hello, friend. 大家好。みなさん、こんにちは。刺繍と猫と旅の京子です。今日は101話目。101 episode。こちら、島村で買ったスポーツサンダルなんですけども、なんと300円でした。こちらに刺繍をして、ちょっとリメイクしたいと思います。まずはごめんなさい。このタグを取っていきます。今日もいただいた質問にお答えしながら刺繍をしていきたいと思います。京子さんは海外によく行くそうですが、日本だとどこに行きたいですか？一人旅が多いですか？ご質問ありがとうございます。確かにイメージも実際にも海外に行くことが多いんですけども、改めて日本だったらどこに行きたいかなって考えてみました。まずはですね、福井県にある福井県立恐竜博物館に行ってみたいです。動物が好きで動物園はよく行くんですけども、恐竜もちょっと興味があります。あんなに大きな生き物がいたんだなって思うとすごいですよね。もし今も生きてて共存ってなったら、風の谷のナウシカみたいな生活になるんですよね。まあちょっと恐ろしいですけども、あんなに大きかったんだったら頭ももしかしたら良かったんですかね。祖先ではないですけど、私たちよりも先にいた生き物なんですよね。ぜひ福井の美味しいものを食べながら恐竜博物館行ってみたいです。2カ所目は鹿児島県にある菖蒲学園というところに行ってみたいです。鹿児島は実は種子島だけ行ったことがあります。またこの話は別な機会にしたいと思うんですけども、以前この菖蒲学園のぬいプロジェクトというドキュメンタリーの番組を見ました。その中で刺繍をやる方がいたんですけども、その作品のパワーがすごかったんですよね。実際にまだ見たことがないので、ぜひ見に行きたいなと思っています。刺繍ってこう作品となれば美しいなとかいろんなのあるんですけど、もともとは一本の糸からできてるわけで、でも糸ってすごいな、刺繍ってやっぱすごい楽しいなって思った番組でした。3カ所目は長崎県の五島列島です。私の母がここは行ったことがあるんですけども、すごくおすすめしてました。もう一度行きたいと思うような場所だったそうです。ここは昔隠れキリシタンの方々がいた、多く行った場所ですよね。あの映像や写真で見たことあるんですが、すごく可愛らしい素敵な教会がいくつかありますよね。歴史を知れば可愛いとかだけじゃ済まない話がたくさんあると思うんですが、ぜひ一度訪れてみたい場所です。今回3つ挙げさせていただきましたけども、私は福島出身ですが、東北もあんまり他の県行ったことないですし、九州も種子島しか行ってないので、もし皆さんがここおすすめだよという日本の場所ありましたらコメントください。あともう一つ質問ありましたね。一人旅が多いですか？旅を通してずっと一人っていうことほとんどないですね。行くまでは一人、帰りは一人ってことはあるんですが、その現地で待ち合わせをしたり、友達のところに訪れたりっていう旅のスタイルが多いので、完全に一人っていう旅はほとんどないかもしれないです。昔はスマホもなかったので Google マップもないですし、本当に本に載ってる地図を見たり、誰かに聞いていくっていうことがよくあったので、必ず誰かと話してた気がします。とっても便利な世の中になりましたけど、なんかそういうのも懐かしいなっていうか、やりたいなって思う時もありますね。
最後に今回のサンダル刺繍なんですけども、動画を見てお気づきかもしれないんですが、もう手がですね痛いんですよ。私の針がちょっと使い古してるっていうのもあるんですけども、このナイロンの部分がかなり硬くてですね、刺せるは刺せるんですよ。ただちょっと根気がいる作業になります。シンプルなお花の刺繍にしましたが、結構可愛くできたかなと思います。300円には見えないですね。皆さんもよかったらぜひトライしてみてください。